イエー、どうもノーティーです。現場飯パート2どうっす、イエーって感じで、今日も現場飯ラーメン作りたいと思うんだけど、マジでバーグ忘れたの俺。いやーマジか、マジか、バーグを忘れたらしい。まあしょうがねえ、そんな時もあるよねって感じで、今日も現場飯ラーメンをやりたいと思うぜ。今橋の下にいるんだけど声がすげえ響くね。こんな感じで今日は風がちょっとあるから、なんか火が微妙な感じ、あ、この辺もちょっと火を焼くような感じ。よし、アルコール。今日は札幌一番塩ラーメン。やっぱ俺これ好きだね。これ一番好きだから。塩豚骨も好きだけど、やっぱこれには勝てないね俺の中では。まあみんなそれぞれ自分の一番好きなものがあると思うんだけど、俺はこれです。だから今日はこれを食べようと思ったんだけど、昨日スーパーで入ったら、こんなのあったのね。そう、なんかこれ見たら富山に行ってる頃、食べたのを思い出して、うわなんかちょっとうまそうだなと思って、ちょっとこいつを買ってしまいました、まあ、そんな感じでちょっと今日はこいつを食べたいと思う。開けてみたいと思うぜ、富山トラック。あ、こんな感じになってんの。なんかちっちゃいの思ったより、これか、これがね、粉末スープ添加物、それから液体スープ添加物、麺もこれ添加物だから、全部添加物だね。まあ要はこれが現代食ってやつかな。いろいろとコメントしてくれたり、新たにチャンネル登録してくれて、みんな待ってたんだなって改めて思いました。ありがとうございます。とりあえずね、まあこの仕事も5ヶ月限定なんだけど、11月いっぱいまでなんだけど、まあその後はちょっとまだ俺の中だけの秘密って感じで、まあ今後いろいろと俺もいろいろ計画して、企画していろんなこと考えて動いてるんで、まあ俺は俺の人生あるし、みんなはみんなの人生あるし、楽しくねえことやっても俺は楽しくねえから、自分の楽しいことはそこへ向かって一生懸命なんかやっていけたらいいなと思って、そしてさらに努力して、さらになんか常になんか俺は向上していけたらなと思ってるので、そんな感じでまた動画をアップしているんで、今後ともよろしくお願いします。こんな感じ。火が沸くまで。こんな感じ。ワンツー、まずは俺が輝く。
言葉放つ、まずこいつで表す、何この音、なくても始まっちゃうぞ、俺はいつでも小僧から音、何の方向まで持っていく、どこまでもどこどこどこんとうなるウハもいいが、俺はこうやってアカペラだって吐き出す気持ちの中、そうここ野原の真ん中よりもちょっと上高め、俺はいつでも気分も高め、赤目よりも俺は下がらねえ気持ちの状態、でもそれでもアップダウンアップダウン繰り返すアップサイドダウン、でも俺はまだまだターンよりも先を方向を目指していくぜ、行動するから俺は吐き出す濃厚な言葉とラーメン、やっぱりこれで払わすしかねえぜ俺がラッパー。お湯が沸騰したんでラーメン入れたいと思うぜ。これ結構麺が小さいんでこのままパンチしなくても入ってしまいそうだけど、硬て、よし硬いね。まあ道具のことなんだけど、ガスとかガソリンとかも持ってんだけど、いろいろ使っていろいろ今までいろんなことやってきて、なんかこれこのセットが俺は一番お気に入りかな。俺はねいろいろ使ってたから俺が一番使いやすくて、なんか見た目もなんかかっこよくて、このなんか古臭さというか、ちょっとなんかサバイバルというか、なんかサバイバル感というか、なんていうか、こういうのがたまんなくて、俺はこの道具をセット、このスタイルが一番好きでやってる感じ。まあみんなそれぞれ、まあ、このスタイルがいけてないと思ったやつがそれ自分の好きなのやればいいと思うし、みんなそれぞれが全員が同じじゃねえから、みんなそれぞれあるからさ、見た目のこともそうだしね、使い勝手もあると思うし、いろんなこともあると思うから、みんながそれぞれ自分でいいなと思ったのを使ってみて、それで最後に自分がすげえ気に入った一等気に入ったやつ使ってるのが一番、みんなそれぞれ一番いいんじゃないかなと思うんで、どれがいいとかあれがいいとかこれにしろとかそういうんじゃなくて、みんなの自分を引き出せる一番自分が素直にいいなと思えるのを使うのが一番だね。俺はそういう考え。箸でほぐす、こんなことして何か得する、でもみんなが喜ぶ、俺も美味しく食べる、これでウィンウィンな関係。粉末スープ添加物、それから液体スープ添加物、ガラガラガラってたらいいかな。はい、チャイナブラック完成。さあどんな味がするのかな、辛いって書いてあったけど、こいつを食事したいと思うので、ではチャイナブラックいただきます。なるほどね、ちょっとピリッとするんだね、ピリ辛な感じだね、アンド家から握ってきたおにぎり、うべぼっち、それはまた懐かしいな。しょっちゅう来たからね、富山の帰りよく8号線通って帰ってきたんだけど、白馬抜けて、その途中親知らずってあるんだけど、まあ知ってる人はもうおなじみの親知らずなんだけど、そこの親知らずの道の駅でもうトラック止めて、目の前がもう海水浴場だから、もうそのままトラック止めて海にポチャーンって帰り飛び込んで帰ってきたりとか、よく夏したら、なんかそういうのが楽しかったね、上空の運転手。まあこうやって4等車乗ってるけど、
この前も二トンさんの動画アップしたけど、やっぱこういうね、今も言ったけど、こういう調理器具、ストーブとかも自分に合った好みのやつがあると思うし、自分に合ったものがみんなそれぞれあると思うんだよね。で、俺もいろいろ二トン車、四トン車乗って、なんか改めて思ったんだけど、やっぱ俺は大型トラックが一番好きだね。なんか運転してる感が一番、大型のトラックが一番なんか、あのケツ振る感じとか、ああいうなんか、あの長さなのに、まあね、山ん中とかよく和田の旧道とかも走ってたけど、そういうところ走ったりとか、なんかそういうことしてるのがなんか、トラック野郎のなんか感じがしてすげえ好きだったな。俺はトラックナビとかつけてなかったんだけど、まあその理由っていうのが別に人それぞれだから別にいいと思うんだけど、梅宮達夫が、大熊田太郎次郎左衛門が、吠えろオホーツク、あの時に日本全国の裏道も全て頭に入れとくって、それが真のトラック野郎だみたいなことを言ったと思うんだけど、やっぱ俺それでなんかナビもつけたくなくて、道はもうひたすら裏道から山道からトラックが通れるだと思ったところも、とんでもないところも走ったことあるし、山の中で行き止まりになったことも何度もあるし、若い頃もそんなことばっかしてたし、そういうのがすげえ楽しかったな。なんか、道路とかもそうなんだけど楽になったなと思うけど、その分なんか誰でも走れるようになっちゃって、腕の見せ所があんまりなんかもうなくなってきちゃったというか、なんかそういう、ね、荷物も崩さずにさ、そういうところとかガンガン混んでいく感じ、そういうのがなんかたまんねえなーって感じだね、流れは。なんか普通のところやってても面白くないんだよね、俺の場合。みんなが通りたくねえって言ってると通りたくなっちゃったりとか、あそこ険しいんだよなーって言うと、だからってなんか俺の場合、あ険しいんじゃ生きてえなーってなっちゃったりとか、荷物もそうなんだけど、あの荷物もう扱いたくねえって言ってると、まあ普通だとそうだよな、俺もあんなのやりたくねえってなるかもしれないけど、俺の場合ちょっとやりたい気持ちが上回っちゃうんだよね。だったら俺がどんなもんかやってみてえなみたいな、そんなにつれえのってどんぐらいつれえんだろうみたいな、受け身じゃないからね、攻めてるからね、俺はいつもあんまり受け身っていうのは好きじゃないんだよな。人生攻めてきてえなと思ってるよね。なんか休んでると少しでもなんか疲れねえで、家でもなんかもう限界だってぐらいまで起きてねえと、なんか自己嫌悪に陥っちまうっていうか、その日その日を、一日一日をちゃんとなんか燃え尽きねえと次の日満足できねえっていうか、それが楽しいんだけど、俺の場合はそれが楽しいんだけど、なんか楽な方向になんかいけねえよね。
楽なことをしていても、なんかつまんねえじゃん。そう思ったら、その中で自分がどういうことができるかとか、自分の可能性をもっと引き出すための努力して、さらにそこまで思ったら、やっぱもっといって、さらにもっともっともっといって、死ぬまで、もう死ぬ時までもうなんか自分を高めていきたいで、あー、カレー結構辛かったな、完食。あー、カレー、これスープは結構辛いから、ほんと辛いわ。まあこんな感じで、うん、まあ普通だね。俺の中では富山ブラック、このインスタント麺としては普通だったかな。うん、絶対お店で食べた方がうまいのは当たり前なんだけど、まあそんな感じで今日は富山ブラック。富山県懐かしかったな。やっぱり次は塩ラーメンだね。札幌一番の、俺の一番好きなラーメンを、今度はやりたいと思うんで、またその時はぜひ、まあ、なんかいいなと思ったらグッとブエノ押してください。まあコメントもなるべく、返せるように努力してるんで、コメントもください。またなんかいろいろやりたいと思うんで、登録もよろしく。ありがとう。そして最後まで見てくれて本当ありがとう。こんな感じで、ではピース。